アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに伸び倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆さんこんにちは、道楽やり茶です。令和6年10月5日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、2024X2 リーグウエスト第3節その一戦となります。昭栄ブリザーズ対岡山スタンディングベアーズの一戦がまもなく行われようとしています。試合開始12時キックオフ予定となっております。現在その試合を控えまして、両チームサイドラインで最終調整を余念なく行っているところにあります。両チームのご紹介をさせていただきたいと思います。まず本日はホームチームという形になりまして、チームからブルーのユニフォームをまとっておりますのが、手前側におります昭栄ブレザーズです。その歴史は古く、発足は1975年、当時の日本社会人リーグに所属し、かつては一部にも在籍しておりました。しかしその過程の中において、スポンサー離れる、あるいはチームの運営厳しい状況になり、長く X3 の下位に低迷する日々が続いておりました。一時はドアマットと叫ばれた時期もあります。しかし近年、現在主将であります三上の号令のもと、多くの後輩たちがそのチームの中に在籍しまして、一気にチームの戦力立て直し、昨シーズンついに悲願の X2 昇格を果たしました。今シーズンまさに久方ぶりの X2 昇格、いや X2 復活のシーズンとなっております。その初戦も見事に白星飾りまして、一躍台風の目ならんとしております昭栄ブザーズが本日のホームチームとして在籍する形になっております。その日の出の勢い目覚ましい昭栄に対する格好で、反対側アウェーに陣取っておりますのが、同じく X3 昇格を決めX3 からの昇格を決めました岡山スタンディングベアーズです。こちらも総部は1987年、若干は手前の年数になりますが、しかしこちらも社会人一部リーグに所属しておりました。かつては岡山の有名企業セリオを冠にしたセリオスタンディングベアーズとして、その名を轟かせたチームでもあります。近年はしかしそのセリアのスポンサー離れまして、非常に厳しい時期ありました。しかしこちらの方画面があります、佐藤建設ほか地元の数多くの企業の支援を得まして、岡山スタンディングベアーズとして立て直し、こちらも昨シーズン見事 X2 昇格を決める形でこのフィールドに戻ってきております。再び X1 のステータスを手に入れんとせんと、この X2 のステージ、そして定着目指さんと現在奮闘を続けております。その岡山スタンディングベアーズが本日の対戦相手となっております。今シーズンの X2 およびその下位にあります X3 は、その上位層である X1 スーパー、そしてエリアの大きな改変が前期行われ方格好になりまして、その順位を大きく変わっております。10代は X2 は1ブロック制、そして X3 は2ブロック制でウエストは運営をされておりましたが、先ほどありました通りに大きく陣容変わりまして、今シーズンは X2 は2ブロック制、そして X3 が1ブロック制に変わっております。この兼ねありまして、昇格等のさまざまな諸条件は変わってきております。これらは最終的にシーズン終了時にその編成が正確に報道される形になっておりますので、そちらの方でご注目いただきたいと思います。今期も X2 そのような形で2ブロック制になっておりますが、当然 X1 エリアへの昇格は条件揃っております。本来ならば X1 にさっき進出しました発作防災設備崩壊に伴いまして、 X1 エリアの最下位のチームとの入れ替え戦という格好になっておりますが、申し上げました通り、すでに基本の通り崩壊が大会する形になりました格好で、今期は X2 のチームの最上位のチーム、かつ X1 エリアでの運営が可能な資金力を持ったチームが自動昇格する形になっております。
これらの条件をかけまして現在はリーグ戦を戦っている格好になります。そして X2 は同時にその最下位のチームが X3 のチームとの入れ替え戦、そして降格の可能性も踏まえております。今シーズン先ほどの紹介ありました通りチーム編成の関係上、下位にあります2ブロックの最下位のチームがそれぞれ入れ替え戦の暫定権を得る形で最終戦いまして、これに負けましたチームが X3 の2位のチームと入れ替え戦を行うという形になっております。つまり X3 の1位は自動的に昇格する形になります。ただしこれも X2 での運営活動が可能な条件を整えていることが絶対条件です。これらを整えているチームが来季は X2 に昇格する形になります。それらの戦いが現在始まっており、そして第3節つまりそのリーグ戦を半ばに差し掛かっているという状況になっております。それぞれそのさらなる高み、あるいはそして現在の地位を脅かす状況にそろそろ差し迫る形になってくる第3節の状況となってまいりました。ここでの勝敗はその後の後半戦に大きな指針になってまいりますので、その一戦行われますこのその一戦となるこの試合、ぜひご注目いただきたいと思います。さあ両チーム最終確認を行っているさなか、審判団フィールドの中に進み出てまいりました。まもなく首脳陣招き入れてコイントスを行う形になります。審判団両チーム首脳陣招き入れまして、これより試合開始の時を告げます。令和6年10月5日、場所は大阪鶴見の口球技場にて、 2024X リーグウエスト第3節ショーエイブザーズ対岡山スタンディングベアーズの一戦がまもなく行われます。試合開始12時キックオフ予定です。これよりフィールド中央にてコイントスを行います。手前側に陣取りますのが本日のホームチームという形になりますショーエイブザーズ、ブルーをまとっています。奥側はアウェイという形になります岡山スタンディングベアーズです。アウェイユニフォームのホワイトをまとっています。岡山スタンディングベアーズは今季 X2 昇格を機にチームカラー一新しまして、今までのエンジから鮮やかなライトグリーンにその基調を変えております。岡山キックオフ、ショーエイリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター12分の正式で行われます。両チームサイドラインに激飛ばしてこれより試合開始となります。さあ試合に先立ちまして X3 リーグによりまして共同で作成されましたアメリカンフットボールの1分間ダイジェストをご覧ください。
さあご紹介の途中でありますが、しかし試合開始となります。まず岡山キックオフいたしましたが、このキックはサイドラインを割りました。キックオフのボールは外へ出してはサイドライン割ってはいけません。反則という形になります。この場合リターンチームはボールが出た位置から5ヤード進んだところからの攻撃か、あるいは5ヤード下げて蹴り直すか、30ヤードのペナルティとして自陣35ヤードからの攻撃の開始、いずれかを選べますが、判定は果たしてどうなるでしょう。翔英は5ヤード下げて再度キックオフをすることを選択いたしました。従いまして岡山自陣30ヤード付近から再度キックオフという形になります。さあ最初のキックオフは出しましたが、しかしキックオフキッカーは変わらず岡山スタンディングベアーズ62番の溝口が務めます。岡山公立大学出身のプレイヤーです。今度はリターンします。翔英ナイスリターン。リターナー26番、相手ディフェンス飛び越え、右オープンに展開し自陣40ヤードを超えた地点にとどまりました。この位置から翔英の攻撃に変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持って選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点ゾーン、エンドゾーンを目指します。まずは翔英の攻撃です。翔英自陣41ヤードからの攻撃、ファーストダウン10、1回目の攻撃となります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまずラプレー来ました。後方にいましたランニングバックにハンドオフをしまして、キャリア33番相手ディフェンスを吹き飛ばすように右オフタックル付近突破しまして、約7ヤードから8ヤードの原因となっています。ボールを持った選手が倒れるまでが攻撃1回となります。従いまして7ヤード進んだ地点で倒れたので残り距離3ヤードとなりまして、2回目の攻撃セカンドダウンに変わります。その最初のキャリーを託されたのは、翔英ブレザーズ33番の水口でした。神戸学院大学出身。この結果翔英は自陣48ヤードからセカンドダウン3、2回目の攻撃、攻撃権更新、残り距離3ヤードの状況に変わっております。ナイスラン、ファーストラン。翔英今度は攻撃が開始点から後方より一度だけできる前パスを敢行しようとしました。しかしクォーターバックパスターゲットなしと判断しまして、緊急発進のランプレーに変えまして前進しました。しかしここでイエローフラッグが発生しております。フィールド上に審判団から黄色いウエストが投げ込まれますとイエローフラッグ、反則発生を意味します。先ほどの反則は攻撃側翔英に反則がありました。ホールディング、相手選手を掴んでいたという反則です。ボールを持っているチームは相手選手を握ったり掴んではいけません。この反則を犯しますと10ヤードの罰退となります。先ほどのプレー反則を犯しました地点から10ヤードの罰則という形になりまして、結果的にセカンドダウンの状況は変わりませんが、セカンドダウン9で試合再開となります。さあ下がりましたが翔英セカンドダウン9、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離9ヤードと変わりましたが、さあ果たしてどのようなプレーを行使するでしょうか。さあランプレーを投入しました。今度は左側レシーバーがいないサイドにランニングバックを突入させまして、そのディフェンスの薄くなっているところを突くという形を選択した模様です。相手ディフェンスを吹き飛ばしながら約4ヤードの原因としています。しかし攻撃権更新至っておりませんので、サードダウン3回の攻撃に変わります。翔英自陣46ヤードになりましてのサードダウン5、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は5ヤード。ナイスラン、ファースター。
ここで翔英再びランプレー。今度はラリー枠32番にボールを託しまして、32番中央に体を飛び込ませまして攻撃権更新です。翔英ブラザーズファースダウン。見事期待に応え攻撃権更新果たしましたのは32番の野田、近畿大学出身のバイスキャプテンです。さあこれにより攻撃権は1回目に返しました翔英。ボールの位置は相手陣47ヤードの位置に迫っております。ここから翔英ブラザーズファーストダウンって、ナイスラン。クォーターバック2番ここで下がりましてパスを投じようと構えましたが、ここに岡山スタンディングベアーズディフェンスもディフェンス漏らし、あわや投げる前に倒されんというところ、見事なボディバランスでこれをかわしまして左に展開しスクランブル決め、約8ヤードのゲインに変えております。素晴らしいパフォーマンスを披露したのは翔英ブザーズクォーターバック2番の山西です。近畿大学出身、こちらもバイスキャプテンです。翔英相手陣39ヤードからセカンドダウン2、2回目の攻撃、攻撃権更新必要距離2ヤード。さあ入っている、止まるか、ビッケーファースト。ここでランプレー、ランニングバックに託して中央突破完工。このランに応えましてランニングバック33番一気に相手ディフェンスを弾き飛ばして中央突破、相手陣に迫る見事なビッグラン決めまして攻撃権更新です。翔英ブラザーズファースト。ここでこの大きなランを決めたのは33番の皆口でした。神戸学院大学出身のプレイヤーです。さあこれによりまして翔英相手陣深く11ヤードの地点に入りました。この位置からファーストダウン点に入ります。成功、ナイスキャッチ。ここでランプレーをフェイクにしたプレイアクションパスをクォーターバック2番完行しました。これが中央走り込んだタイトエンド8番に見事決まりまして、相手陣ゴール前に迫るに迫る形になっております。ディフェンスある中見事にキャッチしましたのは翔英8番の川端、近畿大学出身です。さあ翔英セカンドダウン残り1ヤードに状況変わっております。そしてエンドゾーンまで残り3ヤードという非常に有利な位置にあります。さあ一発で決めるでしょうか、岡山組み留めるでしょうか。さあクォーターバック自ら中央に体をねじ込みました。ディフェンス群がりましてなんとかエンドゾーンへの突入は阻止しましたが、しかし攻撃権更新となっております。翔英ファースター、ここは翔英確実にまず攻撃権更新果たしました。これによってボールオン相手陣1ヤードの非常に得点のチャンス得やすい状況を作り出すことに成功しております。状況はここよりフォースダウン2ゴールの4回の攻撃でエンドゾーンを目指すという状況に変わります。翔英相手陣1ヤードからファーストダウン2ゴール。中央いったタッチダウン。ここで翔英ランニングバックにハンドオフの中央へのランプレーを敢行しました。最も確実なパワープレーをランニングバック33番見事に決めましてエンドゾーンに飛び込みタッチダウン。翔英33番の皆口のランによりまして先制となるタッチダウンを上げ6点獲得となっております。そしてタッチダウンのランプレートライフォーポイント、このキックも決まりまして1点追加、翔英ブザーズ7点、岡山スタンディングベアーズ0点とスコア変わっております。翔英着実にランプレーで前進しまして最後の1ヤード、これをランプレーで見事仕留めました。岡山の、強固なランプレーを見事ランディフェンスを見事に粉砕しましての先制タッチダウン獲得となっております。
さあまずは翔英が最初の攻撃シーズン見事タッチダウンという形で先制する形になっております。その翔英のキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い得点を上げた側がキックオフし試合を再開します。従いまして失点したチームが次の攻撃を得やすい形になります。この形により攻守繰り返し得点を奪い合う試合になっています。さあ岡山としては何としてもこの攻撃シリーズを生かしたいというところになります。このキックオフリターンまず注目しましょう。翔英のキックオフです。翔英大きなリターンをされないためにわざとゴロキックスクイーズキックを敢行しました。この結果岡山はリターンの体勢を崩されましたので自陣40ヤード付近を攻撃の起点という形に変えております。しかしこの位置から岡山スタンディングベアーズ攻撃に入ります。さあまず先制点を許した格好になりました岡山ですがこの攻撃シリーズ生かし同点に追いつく形になるでしょうか。岡山スタンディングベアーズの攻撃となります。ボールオン自陣39ヤードから岡山スタンディングベアーズファーストダウン10。こちらも1回目の攻撃攻撃権更新必要距離10ヤードとなります。まず最初のランプレー見事なゲインに変えております。何枠ハンドオフから左オフタックル付近中央突破線という構えでしたがしかしディフェンスの対応が良いと判断しまして左に迂回しました。この判断構想しまして約4ヤードのゲインに変えております。まず最初のランを前進という形にしましたのはランニーバック2番に入っている宝のようです。岡山、大阪体育大学出身。岡山セカンドダウン6。今度はクォーターバック13番ハンドオフをフェイクにしてあるいはオプションとしましてのランプレーに展開を変えました。クォーターバックが、キープを判断しまして左オープン突破を図りましたがしかしこれはディフェンスムラがありまして前進は獲得できておりません、ノーゲインとなりまして、サードダウンに変えます。ここでホイッスルになっております。時計操作誤っておりましたがここで第1クォーターの半分が経過しましたことにより審判団、ウォーターブレイクのタイムアウトを採用しております。アメリカンフットボールは審判団事前の協議によりましてその日の天候そして体調管理を考えクォーターの半分でレフェリータイムアウトウォーターブレイクを入れることがございます。本日は10月ではありますがしかしまだ日差し厳しい環境とありまして熱中症対策としてタイムアウトを入れる模様です。この配信は X2、XEWEST 合同企画によって実現しておりますネット配信企画になっております。多くの企業様そして個人様の寄付がありましてこの配信は成立いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。現在もこの企画は募集しております。この配信の説明概要欄にその申し込みとなりますショッピングカートの URL ございます。もしこちらの方をご覧いただきご賛同くださいます方はぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。さあウォーターブレイク解けまして岡山スタンディングベアーズの攻撃サーダウン6で試合再開です。パス成功ナイスパスカット。ここで岡山はパスプレーによる前進を図りました。中央付近に走り込んだレシーバーめがけてパスを投じたという格好ですがこれをしかし翔英18番見事にパスカットしましてパス成功としフォースダウンに変えております。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。見事なパスカットをしましたのは翔英18番のサダミでした。関西大学出身のプレイヤーです。さあ試合再開となります。岡山はフォースダウンでパントフォーメーションを取ります。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。しかしこれにより攻撃は放棄という形になります。
このパントはリターンできないポイントに蹴り込みました。結果翔英自陣16ヤード付近でボール止まりまして、この時点で攻守交代となります。攻撃権は変わりましてテイクオーバー翔英ブザーズに変わります。岡山はまず何とか得点を上げたいというシリーズでしたが、しかし残念ながらパントに終わりました。しかし陣地挽回を図る形にはなりまして、翔英は自陣16ヤード付近からの攻撃と変わります。翔英自陣16ヤードからファーストダウン10。翔英はこの試合セットバックフォーメーションのツイン体系を多用する模様です。ツインは通常と違いまして、タイトエンドはいない側にレシーバーを固める2人固めたフォーメーションです。レシーバーが2枚並んだ格好になるのでツインとコラより呼称されております。まずランプレーから入りました。このランによりまして約3ヤードのゲインとなっております。まずはブロッカータイプの選手に短いタイミングでハンドオフします。ダイブプレーを敢行しました。早いタイミングのラン決まりまして約3ヤードから4ヤードのゲインとなっております。翔英自陣19ヤードからセカンドダウン7。フォーメーションもこちらもベーシックなアイフォーメーション、ランニングバックをクォーターバックの後ろに後列にアイの字に並べる形を採用しています。ナイスプレーファーサークォーターバックプレッシャーある中、それを見事なボディバランスで振りほどいて中央付近にいるレシーバーにパスを投じまして見事成功させております。しかしこのプレーの最中に反則があった模様です。イエローフラッグ投じられております。さあ果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。ディフェンスの反則です。フェイスマスク、相手選手のヘルメットのフェイスガードを掴んで倒すという反則です。この反則は相手選手に非常に危険な事態を犯すため重大な反則として扱われます。反則の施行はプレーが終わりました時点からの罰則15ヤードとなりまして、従いまして必然的に翔英自動的にファーストダウン獲得となります。またこの罰則を利用する形になりまして、翔英一気に相手陣に入る格好になっております。さあ翔英再び相手陣からの攻撃になります。相手陣40ヤードからのファーストダウン10。フォーメーションはバックアイ、そして同じくツイン体系です。右ツインになっております。タッチダウン。ここで翔英クォーターバックプレイアクションからロングパス、奥に走り込んだワイドレシーバー26番、これを見事にディフェンス振り切りましてキャッチして、そのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。翔英クォーターバック2番山西の鮮やかなプレイアクションパスをワイドレシーバー26番山下にヒットしまして見事得点を重ねております。そしてこのトライ4ポイントのキックを決まりまして1点追加、翔英ブザーズ14点、岡山スタンディングベアーズ0点という形にスコア変わっております。しかし見事なプレーでした。ランニングバックに引きつけられノーマークにあったクォーターバック、右にロールして一気に奥に走り込んだレシーバーにパス、これを見事に26番キャッチしまして鮮やかなタッチダウンパスを決めております。さあ着々と得点重ねる翔英、その勢いに乗らんと再びキックオフに入ります。岡山としては何としてもこのリターンで突破口を見出したいところであります。さあ今度は翔英の69番の
大梅、果たしてどのようなキックを蹴るでしょうか。近畿大学のキッカーです。さあ、これもスクイブキックにした。リターナー17番、これをすかさず取りまして、ハーフウェイ付近まで戻し、この絶好の位置を確保する形で岡山の攻撃という形に変えております。これは見事な判断でした。岡山スタンディングベアーズ17番の東でした。大阪体育大学出身のルーキーです。さあ、岡山自陣46ヤードの絶好の位置からのファーストアウト。さあ、このチャンスは何とかして生かしたいところではあります。岡山はショットガンフォーメーションを取っています。パス不成功。まずは左側に走り込んだランニングバックにヒッチパス、真横に近い前パスを投じました。しかしこれをレシーバーになりましたランニングバックがキャッチできず、パス不成功となっています。前パスは失敗ですとボールは元の地に戻され、セカンドダウン、次の攻撃という形に変わります。アメリカンフットボールはクォーターバックの位置によってフォーメーションの故障が大きく変わります。クォーターバックがラインマンの真後ろについている形をセットバック、バックが後ろにいる状態、そして離れた位置にいる状態をまるで散弾銃飛び散る形のショットガンと表現します。さあ、今度はそのショットガンフォーメーションからランニングバックにハンドオフをしました。今度は中央突破を敢行する形になっております。キャリア23番、未終点飛び込みまして約3ヤードから4ヤードのゲインに変えています。まずはランプレーで前進を図りましたのはランニングバック23番の、諸本でした。日本体育大学出身のプレイヤーです。岡山スタンディングベアーズサードオン6、ボールオンハーフウェイ。さあ、6ヤード突破、このワンプレーにかけます。ここでオプションプレーを実施しました。オプションプレーはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーです。ここはランニングバックにトスをしまして右オープンの展開を図りました。託されたのはキャリア9番、しかし相手ディフェンス無駄がありまして、このランプレーによる獲得はなくフォースダウンに変わります。この辺りは翔英ディフェンス陣強固な動きを見せています。さあ、最後の攻撃権フォースダウンですが、岡山どのような選択をするか。フォーメーションをパントフォーメーションに変えました。キックによる陣地挽回を図ります。パントは昭栄陣21ヤード付近でとどまりまして、この位置で攻守交代という形になります。さあ、昭栄の攻撃を再びパントに抑えまして、失礼しました、岡山の攻撃をパントに抑えまして昭栄の攻撃に変わります。ここまで着々と得点重ねる昭栄、このシリーズも得点に結びつけるでしょうか。昭栄自陣21ヤードからファーストアウト。さあ、ダンプレーが入りました。ナイスラン。まずアイフォーメーションからランニングバック32番にハンドオフ。32番タックル受けながらセカンドエフォート、さらなる前進を図りまして約8ヤードのゲインを取っております。タフなランを決めましたのは昭栄ブザーズ32番の野田です。近畿大学出身。昭栄セカンドダウン2、ボールオン自陣29ヤード。昭栄はセットバックのアイフォーメーション、そしてツインの体系を本日は常用している模様です。QB サー。
ここで岡山が見せました。クォーターバック2番下がりましてパスを投じようと構えましたが、その隙をつきまして岡山ディフェンス陣が殺到。キュービーサック、パスを投じる前に仕留め、このプレーを阻止しロスを奪っています。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。見事に押し返す形に岡山まず一つの鎖を打ちました。ショーへ突破できるでしょうか。状況サーダウンフォーに変わっています。ここでフォーメーションをプロ体型に変えました。プロ体型はタイトエンド、そしてその両翼にレシーバーを構える形です。さあその広がったディフェンスの中央をフルバックにつかせました。キャリア5番ハンドオフから中央突破、ダイブプレー、相手ディフェンスのタックルを弾き飛ばし5番見事に攻撃権更新です。ショーエブザーズファスター、見事このプレーを、攻撃権更新果たしましたのはショーエブザーズ5番の辻井でした。近畿大学出身のプレイヤーです。さあ攻撃権更新になった翔英、ボールオン自陣33ヤードからのファーストダウンテン。さあ体型をどうやらプロ体型に変える模様です。ディフェンスを広げる形になって、その中央にアイフォーメーションのバックスを重ねました。しかしこれは岡山ナイスディフェンス。この、プロ体系で広がったディフェンスの中央を展開しようとしました。しかしそのランを敢行した際に岡山スタンディングベアーズディフェンス陣立ちはだかりまして、このランを阻止しノーゲインに変えています。番号を確認することができませんでしたが、おそらくは60番台の選手だったと思います。66番の佐藤でしょうか。関西大学出身のエイジ41のプレイヤーがこの試合でも活躍しています。さあ翔英セカンドダウンテン。さあそこにフルバックを突入させます。ブロッカータイプの選手に早いタイプの大タイミングの大プレーを敢行させました。ディフェンスの一歩前を進む形で前進を図りまして約3ヤードゲインとしています。キャリア5番は辻井でした。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして翔英ブザーズ14点、岡山スタンディングベアーズ0点。まずは翔英が2つのタッチダウンを奪いまして試合の主導権を握った格好になっています。攻守方向を入れ替えましてこれより第2クォーターに移ります。